きまーす意外とマいでしょ <laughs> どうも皆さんスタミナ版でございます前から気になってるゲームについに手をつけてみようかなと剣士です完全初見サンドボックスゲームみたいなオープンワールドゲームハマってるって言ったらこれをおすすめしてくれる人がめっちゃ多いんでやってみようと思います じゃあ早速やっていこうかケンシちゃんよろしくーよろしん初期設定の選択放浪者さすらいのトレーダー最初っから職業が選べるんだうわーこれどれから始めようか迷うねしかもどんだどんだけあんのええー、ちょっと待ってめっちゃ気になるのあった男一人犬一匹 空腹でホームレスの放浪者があまり役に立ちませんので、えっ、ー、と、捨てられた小犬を拾った。いっそ食べてしまおうか。これが気になるちょっと犬との生活やるわ。決めた。<laughs> どうせすぐ死ぬ。ええー、男一匹、犬一匹でやってこう。よろしくお願いしまーす キャラクリーめっちゃ細かいな。人間、ハイブ。うーんー、すげえ人間意味以外もこんなに種族あるんだ。ハイブめっちゃ気になるけどね。労働と筋力が下がってるけど。まあ、ここはでもベーシックに人間からでいいんじゃねえかなんか、放浪者みたいな設定なんでしょ 整いすぎてるとちょっと違和感あるよな足のバランスああなるほどね足のバランスは普通でいいやなんでこうやって相撲でこうなってんだろうえっ <laughs> <laughs> ちょっと待ってそれは受け付けないちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って <laughs> これ腕組むモーションのはずなのに 塞ぎ込んだ人になってる。ね、これで確認かなこれでいいのかなやべ、犬の方なんもしてるけど、まあ、いいか。基本的な操作。はい。えー、WASD でカメラを動かすこと。あ、そういうゲームなのえうわ一番得意なゲームじゃん、俺が。こういう操作慣れてるよ、俺は。 ずっとやってたんだからそういうゲーム会話操作するにはキャラクターが操作は可能な、えー、物体や右クリックをしますうんえー、UI の右上にある矢印ボタンを押すとあもう人がいるけど建築メニューあっ ちゃんと建築あるんですかこのゲーム。うおすごい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 ,すごい,す,ごいすごいぞーこれ自分自作れんのこのゲーム一番好きかもしんない一番好きかもしんないぞうわあコマンド、えー、右隣の指令ウィンドウには選択的キャラクターの割り当てた仕事、命令が表示されます。 割り当てた仕事まぁ、あ、なんか行動するときはここをクリックしてからなんかそのものをクリックすんのかなえー剣士にはプレイヤーが従うべきストーリーや知りえ指名はありません商人泥棒賞金稼ぎ農家軍隊の司令官にだってなれます世界を探索してあなただけの冒険を見つけましょう <laughs> ああたぎるぜーたぎるぜー 脱獄の仕方。あなたは犯罪犯しい、投獄されました。えー、ケーキ満了を待つか、別の部隊に助けを借りるか、待つか、脱獄することきも、はいはいはい、最初のワンプレイ目だからなんか、盗賊とかやりたくないけどな。なんか、真っ当に行きたい感はある。わかりました。始めましょう。 なんでこれ鍵かかってんのなんでこれ鍵かかってるんだ俺これ自ら入っておりだぞなんで自分で鍵かけちゃったんだお前バカすぎるだろ脱出 うざすぎるうざすぎるーしょっぱだからうざすぎる,すぎるなんだこれチャンス3.8%ってことはそんだけ待たないときだよこれ頑張れちょ、もうちょっとええええええ,え,えちょっと待ってあのこの世界が始まって3時間経とうとしてるんですけど ホンドック、ンドックを操作しよう。なんかお前できないホーンドック。なんかしろ。犬だもんな。できねえ。あ、来たゆうやなんでこんな足遅いのちょっと走ろうか。あ、全力疾走するとすごい。多分こうだろ、これ。 はい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 とりあえずちょっとあそこ行ってみようかえなんかいるぞ気をつけろ気をつけろおいなんかいるぞ話しかけてみるか一人だぞ犬どこ行った犬も一緒に戦うんだよあいお前どこいんねついてこいちゃんとちゃんとついてこい 走ってるるやついるぞ <laughs> あいつなんだなんでこいつ走ってんだ追いつくかなにはおいどうしたこれどっちを助ければいいなんか戦闘が始まったんだけどまだだだだだだ、ま、だだだだこれどうすればいいんだどうすればいいんだこれどうすればいいんだこのこのあの傘かぶったやつを助けてあげたいほら

あ、いいぞそいつを囲んで殺せよしさいい素晴らしいえおえ全然通用してないよおおまあ ノックアウトされましたねはいノックアウトされました <laughs> 意識のあるキャラクターは KO されたキャラクターの安全の場所まで発行届けます KO されたキャラクターを右クリックに長押してメニューから担ぎ上げるを選択します担ぎ上げとかあのあれなんですけどあのー、僕の音も犬なんですけど <laughs> 犬が最初から応急手当てしてくれたら助かるんだけど ベロベロに舐めてくれ。俺のことを。よし。助けを呼びに行こう。<laughs> 大丈夫。まだまだまだなんとかなる。<laughs> ちょ、い、犬って。いや、こういう時こそ犬。普通ね、犬、人間とかの方が休まれるから。ご主人様が行きそうなんですっていうことを伝えられる。そもそも人がいねえな。<laughs> もう死ぬってこいつも、栄養失調になってるって。で、ね、なんでこんな人がいないの じゃあ、あそこ、あそこの建物行こう。俺大丈夫かなあお亡くなりになったらキャラクターの失うのかな俺。俺、犬だけでこのゲームしないといけなくなるのかなまずいなぁ。おい、まずいなぁしょっぱいだから <laughs> あまずいなぁ <laughs> これはマジでやばい 初見の俺でもわかる。絶望的状況になってる、これは。犬一匹から世界の剣豪埋めるかユうや死んだけど、夢絶たれた。夢は朽ちた。夢破れて。音する。どっから入るんだこの建物。あ、いますすいませんすいません すい、すいませんすいませんちょっと、相手してください俺の相手をしてくださいちょっと、失礼します誰かお話できる方は、これさ、犬見つけないといけないじゃね おい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 ,おい違うって違うってマジで違うっておいなんでそんなに一年で切れたよおいないだろそれはあんまりだろーあんまりだろーおい外に捨てんなよ。嘘だろうー嘘だろ。 おいおい、もう、え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 、誰か俺は、あわれ、あわれんでくれる方いませんか <laughs> まだ一応生きてるんだぞ、これ。ーお前らに心はあるんか生きてる動物がそこに横たわっているんじゃなんかしろ血液の状態は、失血の速度を示します。血液は、時間と経過、え えーっとえー、っとこれはやばすぎるやばすぎるよえじゃあこれ行こうかな名もなき者たちな名前もなく何も所有せずただあー世に出て身を立てていかなければならない手巻きも作るか このゲーム、キャラクタークリエイトしてもさぁ、すぐ死ぬからさぁ、髪の種類がジャスっぽいのないな。ああい、いよいしょ。これで、背の高さをここまで下げればいいんだよ。うん。あ そもそも人間だけじゃなくていいんだ。雷神これになるな。とんてなると。雷神はこれにしよう。いや、一番いるでしょ。パーティーに一番いる存在じゃないパワー系食事係。手は大きいんだよ。忍者。

マジで忍者が似てる忍者がマジで似てるんだわ一番キャラメイク成功してる忍者が <laughs> とりあえずあのでかい町に向かおうあさりながらでかい町どこ行ったあれ迷子になっちゃったえ俺たちあそこから来たのか なんで来ないの彼らはなんで彼らは来ないの追従しろっつってんだよおいスタミー追従だろまだ俺誰にも人に会ってねえんだよな なんだなんだ <laughs> ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。えー、逃げます。これは一旦逃げます。なんで戦いだしたんだ押し付け。逃げれてる逃げれてるな。おい、やめろ。おい、やめろ、マジで。ここ、やばい、ここ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 やばいここ ここやばいあジャズが死んだに <laughs> むずすぎ <laughs> むずすぎー <laughs> そうか倍速にするとよ絡んじゃうのか全滅したわだめだこれ <laughs> 次行こう <laughs> これは次行こう